I want to believe。 私は信じたい、この UFO を。というわけで、こんにちは、こんばんは、お久しぶりです。アララギです。さて、今回もこのホワイトデイ、学校という名の迷宮、この迷宮から脱出を目指して頑張っていきましょう。前回までのあらすじ。エルロッドを入手しました。これどういうことなんだろうね。これがなんだっけ、なんとかの川を渡るアイテム。どれだったかな。文章。どれだっけ、メモだよね。これこれ。あ、これじゃないね。どれだ、どれ。どれだっけ。あれ、どっかにあったよね。あ、これこれ。故に混乱は極まり、各国の首都ごとに太陽と月が昇る時刻が変わり、阿鼻叫喚の図となった。その時、新人が現れ、新人でいいのかな、真人なのかな、これ。おのおの時刻を一つの基準に合わせれば、やがて、暗い川を渡る寝具が手に入るであろう。それがこれらしいんですけど、これどうすんだろうね。これを前回入手しました。I want to believe。渡れると信じたい。ちなみに言い忘れましたけど、今回で15回目です。15イヤーです。ねえ、残暑見舞い申し上げますって説明に書いてるんですが、もう寒いよね。ねえ、これを見てる君の地区はどうですか？寒くないですか？ね、私のね、僕のこの住んでる地区、この学校がある地区、すごいもう寒くなってですね、もう残暑見舞いってレベルじゃねえぞっていうね、感じなんだけどね。気温差が激しいと体調を崩しがちになる。これを見てる端くじも気をつけろ。というわけでやってまいりました。なんか取り出したよ。どういうことこれ。どういうことなの。閉じたり開いたりしてますけど、完全にこれダウジング棒だよね。この閉じてるところは歩いていけるとか、そういうことなの。違うのかな、何か。落ちちゃったじゃん。頑張れ頑張れ。やばいやばいやばい、痛い痛い痛い、すっげえ痛い。どういうこと。だって川を渡る寝具なんですよね。歩けちゃった。川を渡る寝具だからやっぱりこれで。どういうこと、進めなくない？どっちだ、こっちか。ねえ、このアイテムも実は大篠からもらったんだ。ま、ダウンジングマシンなんだけどね。どうしたんだよ、アララギくん。元気いいね。何かいいことでもあったのかな？うん、特に。びっくりした、今。痛いって、痛い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 。幽霊この状態でも引きずり込んでくんの？ちょっと待ってよ。じゃあもう幽霊に渡ってられないじゃん、ここ。
急げ急げ。でも急いだら落ちそうな気がする。どっち方向だよ。こっち？こっち？水の上なのにコツコツ音がするって、なんかすごい違和感がある。てかもうすっと行かせてくんないかな。まだ無理？いける？いけたー。え、ちょっと待って、鍵いつの間に持ってたっけ？え、こっち渡ったけど何かあんの？何もないよね。お？よし、6コイン。あ、これかな？何かすんのかな、これ。回せ。ハンドルを。すごい、もうなんとかハザードじゃないこれ。え、これだけでいいの？今までに比べるとお手軽。あれ、さっきの目のアイコン何だったんだろう。ねえ、今まで木と戦ったり、あとなんだっけ。あれ、上がれなくない？今までね、木と戦ったり、赤さんと戦ったり、いろいろやったおかげで、なんかすごい簡単だった。すごい簡単だった。乳酸菌が腸まで届きそうなぐらい簡単だった。乳酸菌が腸まで届く。てかまだいるんですけど。行きたい方向に絶対いる。あのおじさん絶対いるよね。もうこの配信もなんかもうね、いやらしくなってきたね。行かなきゃいけない方向に絶対いる。もうこっちの動きを察知してるんじゃないかっていうね。ちょ、もう逃げても無駄じゃないこれ。まだここでやり過ごすのか。この辺の本棚の本でも見て時間潰そうか。人間、超失格。太宰剣。太宰剣？剣だよね。太宰サム。誰だよ。誰だよ、太宰くん。我が輩は猫である。伸びるストレッチ体操。宇宙一伸びるストレッチ体操。人間超失格もう一冊あんだけど。へえ、ほぼわかる物理。脳の神秘。脳の神秘はね、他のゲームでね、もう学びましたよ。ねえ、サイコブレイクって言うんですけど。ねえ、サイコブレイクも実況してるので、見てね。宣伝っていうね。他、シャーロック・ホームズ。赤いマントは誰のもの？風が吹くとき。完全攻略、怪異キスク。ライド・ザ・ライトニング！キルテギアがよ。社の歩き方。アナと雪の王様。あれ？ありのー。来たこれ。超本気の本。
超本気の方、何に対して？常識を超える感じ。ねえ、感じって言えば最近、この感じなんていうのっていうのがあったんですけどね。あの、メタルギアソリッドのあの、フォックスエンジンの。で、フォックスエンジンっていうゲームエンジンがあるんですけど、それのね、ロゴマークの感じ何これって言ってたらですね、ツイッターとかの方で教えてもらいまして、おただましいだった気がするって言われたんですけど、あ、よく見ると確かに。じゃあこれ漢字じゃないんじゃんっていうね。裸の王様ゼロ。あり、僕はね、王様になりたかったんだ。利根川、ざわざわ。ヘイ、東京物語。純恋歌。純恋歌、カニ光線、なんでカニ光線だけ普通なんだよ。大丈夫だ、問題ない。問題ないってのが。何このネタの方向。こんな本で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。教えてやる、金払え。超リアルモードはやるべし、激リアルモードはやるべし。さりげなくちゃんとゲームの宣伝もしてるんだね。さ、時間を潰してるうちに向こうに行ってくれたよ。でもまだ近いな。すげえ近いな。でも普通この距離いたらバレるくない？さ、教室をはしごして移動しよう。いつものごとく、いつものごとく、単独でのスニーキングミッションだ。装備も武器も現地調達。さすがだな、スネーク。ブランクがあるとは思えん。てか、どこ行くんでしたっけ？この真下か。てか、こっちから行けばよくね？潜入ルートは君次第だ。行け、スネーク。今の俺、スネークじゃないよ。え、このなんか、素材の床、好きじゃない？わりかし、僕は好きだ。で、このなんていうの？この床の素材。カーペット？カーペット的な。確か向こうだな。ここだ。水をぶっ刺すぜ。合体。え、何？お前、そこで何をしている？ちょっと待ってよ。誰も学校の外に出すものか、死ね！てか、やっぱりお姉さんなんじゃないか。お前たちが私の娘を殺した、絶対に許せ者か。お前だって同じだ。どうして、どうしてあの子が死ななきゃならないんだ。いや、無関係だ。お前も味わえ、娘と同じ苦しみを。どうすんのこれ。とりあえず逃げよう。
楽かと思ったら楽じゃなかった。ちょっと待って、開かないんだけど扉。おお、ワープしてきた。ちょっと待ってよ、どうすんだよこれ。生き残るためには警報を鳴らさなければならない。高いところにあったスイッチを思い出せ。警報？いや近い近い近い、すっげえワープしてきてる。警報って一番上だったかな。確かこのもっと上？とりあえず一番上までダッシュしよう。ちょっと静かにしてくれないかな。ところでなんで警報に。うっそ。なんともない、ノリにやられた。じゃないよ。こっから。やったぜ。こん時に刺してたら倒せてたのに。はいはい、分かったから。ところでなんで警報を鳴らすと生き残れるんだろうね。新しい守衛さんが補充されるとか。ででん、守衛さん、もう一回遊べるドン。この BGM なんだ。しし、し、多分レバーが変な方向に入ったのかな。落ち着いて押しましょう。ガッチャンコならねえ。ヒューズはめ直さなきゃなんないんじゃないっけこれ。どういうこと？そっか、これヒューズはめ直しておかないと。レバー上げるだけなんだここで。そういうことか。だからリスタート位置あそこなんですね。マジかよ。本館屋上の避雷針には13回雷が落ちました。なんだその雑学。じゃあ先に3階に行ってヒューズ。なんか走ってきたんだけど。なんで見つかってるんだぞぜ。なんで見つかってるんだぞぜ。じゃあヒューズ入れ替えてから行かないとダメなのか。そういうことか。これも命が1個しかなかったらもう無理だったね。
よかったゲームで。でも今ね、携帯のメールのヒントがあったから警報を鳴らすって分かったけど、ノーマル以上だとこのメールが来ないらしいので気づかなくね。これでいいわけだね。これで水をはめに行けば先に進めるはず。てかまた進行方向にいるな。またいるな。またいるな。もうはめてしまえばイベントに行かないから。最近ですね、メタルギアソリッドファントムペインをやり始めたんですが、そっちだとですね、しゃがむボタンが×ボタンなんですけど、こっちだと四角ボタン。若干戸惑う。わかったわかった、もう3回目なんだ。よし行くぜ。今度は大丈夫だろう。私は何度でもやり直す。時を巻き戻して。またこの シーンに導かれるように、僕は屋上に上がっていった。ところでこのお姉さん誰なんだろうね。音楽の先生かな。スムーズに来れたね。あとは落ち着いて入力しましょう。こう神回避だよね。ガッチャンコ。お前は休んで。うん、僕は大丈夫。本当によかった。どうしてあんたを殺そうとしたのかしらね。見てたのかよ、助けてくれよ。わからない、娘が死んだと言っていたけど。死んだ娘って、もしかして。こうしてる場合じゃないわ。さっき行動の方から光の悲鳴が聞こえたの。なんだって。不吉な予感がするわ。雫が最後に何かを企んでるのよ。え、もう最後なの。先に行ってて、行動で会いましょう。いや、一緒に行こうぜ。あれ、もういなくなってんだけど。え、もう消えちゃったんだけど、もう幽霊になってる？同級生。手を合わせておこう。安らかに眠れ、歴戦の猶予。いや、とりあえず水の扉に行かなきゃならないのか。あれ、こっちじゃない。めっちゃガッチャンガッチャンしてない？でも包丁刺さってるからこっちの扉だよね。というわけで今回はここまでだ。次の動画も期待してくるよな。それではまた。